馬爪はこの平戸の場所を変えてやってみたいと思います。電話や。枝だ。よいしょ。20センチちょっと切れるぐらいかな。あーってして、あ、来るよ。平戸。え？平戸って名前つけた。そう、平戸ちゃん、はい。いる？いる人にゃんは？いる？よし、はい。はい、持ってください。だろうね。電話が鳴りようけんね。うん、ちっちゃい。ベラ？ベラやね。さっきの大きいのとは全然違うな、あたりが。はいはい、平戸。あ、ちょっと待ってよ。あらあら、食べて。ベラ使わんま。いや、持っていかな、ほら。スカンとかやな、これ。ペラ平戸もう腹いっぱいやろ、これ。よし、持っていけ。よし、よし、行ってかい。来た。来よるよ。ちょっとずつ、ちょっとずつ好きよ。悔しかったな。さっきのでかいのどっか行ってるでしょうね。ぶち切られやん、もう。来てますよ、来てますよ。あとちょっと、あとちょっと、ああ、来た来た来た。あと1回ぐらいかな。来い来い、あら来い。うわー、くそー。ちっちゃい。ベラや。あ、よう走るベラや。くそー。エビでアラが釣れるってすごくないですか。なんかよう思えばそんな時代でした。アラが湧いとっちゃろうね。ねえ、大きいのもこれ目指すしかないですね。キロキをとりあえず今度次回キロキを挑戦してみたいと思います。電池使い切った。ユーマズメ。